はい、どうも、サオでございます。本日はですね、倉庫で眠っていたデロンズをね、覚醒させて使っていきたいと思います。覚醒というのはただ目覚めさせるだけなんで、使うってだけなんですけど、かつあのメルキルさん、このダークナイスコンビ、正直言うとあのネタがないので、こんな感じ。びっくりするのがこの体力ですよね。ルーン5にしてきたんですけど、6451ってやっぱりね、ルーン7にしないとこれダメなんかなってとこありますけれども、こんな感じで使っていきます。6000ってやばいよな。ダークナイツをね、引き立たせたいので、こんな感じ。メルキルバック、前にデロンズで、デロンズはねちょっとブロック積んでます。ブロックと HP、 あのオプション HP だけど他のとこでブロック埋めてる感じですね。光のセット装備とかで、まあさっき試運転して使う、おいたいた、全てを避けられるというね、もう最初から見せ場をね、作っていくデロンズさんですが、まあそんなデロンズさんをブロック寄せにしてます。で、まあだいたいすぐ死にます。てか相手珍しいよこれ、スパイクなんだけどね、後ろ。まあね、この別にジャック王でいいんじゃねえかなっていうのがこのパーティーのミソなんですけど、あ、もう早速メルキルワンバックじゃなくなったんだけど、でこのメルキルをワンバックに置く利点っていうのは、結構運次第なんですけど、後ろあんまりキャラが死ににくくなるのと、あとはね、あのオルリーとかカールとかは結局火力が元から高いので前衛でも機能するんですけど、メルキルって本当に火力低いから、だったら後ろに置いたらいいんじゃねえかなっていうね、作戦なんですが、もう完全になんかやばい空気が漂いますが、エリスがやられる、いけ、低いね火力が、これ避けてくれれば、避けるんで大丈夫なんで、言い聞かせてるだけ説ありますけどね、これ俺。いけ、いい火力は出てる、いい火力だよ、言うて。エリス倒れエリス倒れるとか久しぶりに見たけど、さあ影響掴んでいきましょう。アイテム掴んでしまった。まあこのデロンズね、全体高確率チーム目というね、あ、動かないねっていうね、あの素晴らしい技あるので、そのね、力をね、神髄を見せてくれればいいんですけど、まあ、完全にこれあのもうスキル負けしましたねおいおいおい、いけデロンズ、あ気絶リングつけてる、あでも固定ダメやばい、ダメだなこれ、いけデロンズ、いけ、あ全然動かねえ、ごめんってさっき見せ場を作っていくみたいなの言ったのに。昔デロンズってすごい呂布にね、攻撃して無意味なことをやってるイメージありましたが、やっぱそういうの残ってるんですかね。お、意外とメルキル柔らかいぞ相手の。さあ早速メルキルのワンバック状態が溶けていくスタイルでございます。そして栄光のおつかみぶっ潰されると。まあ、栄光掴もうが、あの、デロンズには関係ない話ですからね。まあ、旗から見れば、エリシアも、ジャックオーム持ってない人っていうね、感じですね、これ。まあ、エリシアは確かに、4体ぐらいしか持って、いけいけいけ倒せ、おおおお、まあ、あ、これ貫通だね。落ちたね。あ、いいか、いいね、ブロック効いてるよ、ブロック効いてるよ。あ、そしてぶっ潰す。まあ、このダメージ量は上がってるんでね、あ、固定ダメは上がんないですけど。で、いけ、漆黒の、あ、これ相手、あ、これ相手やん、え、なんでなんで、あ、そうか、アクセスキル、いや、ダメじゃんこれ。1体1体1体は倒そうよ。よし、2体倒した。まだまだワンチャンある。まだワンチャンある。もう全部避ける。もう全部避ければいい。避ければどうということないんで。1体、オッケー。それで倒そう。1体。あ、おお、すげえ火力。やっぱりメルキ後ろの方がいいのかもしれん。出るからね、火力は。あ、オッケーオッケーオッケー。耐えた耐えた。
漆黒の闇で。いけ、落とせ。あ、良ければ勝てるよ。で、これメルキルが強いだけじゃん。あ、勝った。すごい、さすが。まあいいっすね、メルキル後ろ。あ、デロンズはちょっとわーってなってますけど。ちょっとデロンズさん一体はあれで倒そうぜ。もう6分録画してるし、あと2戦ぐらいだな。まあこれでね、君はね活躍できなかったらまた覚醒するまでまたね倉庫で眠ってもらうんで、でまた本当に覚醒したら覚醒してもらう。さあいいっすね、スキル回しは完璧。さあこっから粉々にし免疫を剥がして、デロンズの下スキルでね、誰かを倒してもらうと。でさあここですよ、いけ。ああダメだった、3回打てると思った。睡眠対策しない、オッケー。さあいけデロンズ、よしか、オッケー、栄光掴んでいくぜ。さあ貫通ついてたらデロンズ落ちそうだけど大丈夫かな。あー落ちないが、暗闇を食らっていく。そういえば暗闇対策しなかった、気絶と麻痺やっとけばいいんじゃねみたいな。いいね、でもこれエリス強いわ全部、まあ、結局そういうことですよね、最近のキャラが強い、そういうゲームだ。思い出した、俺はこの槍が栄光を掴んでいく。そして禁じられた実験、いいですね。ダンダンダンで向こうか、ハル大後方、まあ大丈夫ですね、固定ダメの方は入っちゃいますけどね、向こうか1回にしても。やっぱ後ろのメルキルの方がいい気がすんな、まあ、これがダークナイツパですよ、ナイトクローとダークナイツのね2体ずつっていう謎のね、なんか敵と敵同士の、もう何言ってか分かんないんですけど、まあ、デロンズ何もしなかったけど、まあ、してないことはない、ダメージ量 40% 上昇がありますからね。じゃラストいきましょうか。さあ見せてくれ君の神髄を。まず免疫を剥がしてもらって下スキル入れような、そっからが始まりよ。おお、いいぜいいぜいいぜ、いけ沈黙。あー来た来た来た、エリス沈黙した、これはワンチャンあるんじゃないか。デロンズ最後まで生き延びて勝ちたい、ここは完璧に活躍してもらって。なんでこれバフハゲた、臭くない、もしかしてマジでハゲた、ハゲてんな、ん早えな。あこれ、あえこれ貫通ついてたら、あ貫通じゃない終わったじゃん、ああデロンズダメだね、何をやろうがエリスが強い、カールヘロンが強い、メルキルオルリは普通ぐらい。まあでもこれ避けるんでね、メルキルバックすげえいいと思うんですよね、コンセプトずれてますけど。はい、オッケー、素晴らしい。でもデロスだけ死んでる。まあそういうことだよな。はい、というわけでした、苦し紛れのね、ネタ動画でした。はい、まあ、デロンズのね、覚醒はね、新しい、一番最新の公式動画でもね、若干触れられているので、動画も見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。